キルデリク3世はメロビング朝の最後の国王。フランス語名でシルデリクとも呼ばれる。キルペリク2世の息子。仙台国王テウデリク4世が、父親とも言われているが、テウデリク4世は711年もしくは712年の生まれと考えられている。つまりこの場合、キルデリク3世との年齢差は3から6歳となり、不死関係を肯定できる。 年齢差としてはあり得ず、花だ疑問が残る。キルデリク3世は、キルペリク2世の息子というのが通説であるが、メロビング王家の一族のものであることは確かだが、血統不詳という説もあり、系不関係は必ずしも明確ではない。もっとも、639年以降に在位したメロビング王家の王の中には、クロビス3世やクロタール4世のように、 メロビング王家の血を引いているのか疑問視されているもの、またはメロビング王家の血は引いてはいても、具体的な系譜関係を特定することができないものがいることは事実である。エヴァリスト・バイタル・ルミネによる、絵画・メロビング朝の最後縄で拘束したキルデリク三世の髪を修道士が切っている様子が描かれている。先代のテウデリク四世の死去した737年から、 王位は空白であったが、743年初頭、救済カールマンとピッピン三世の兄弟により、王位につけられた。しかし、実権は、救済のピピン三世に握られていた。751年、ピピンは、サンドニ修道院長フルラットを、教皇、ザカリアスのもとへ送り、教皇より、権力のない者を王としておくより、権力のある者を王とした方がよいとの回答を得た。 それに基づき同年11月、ピピンは、フランク族の貴族たちによって、フランク王に選出され、司教ボニファティウスから問いを受け負いについた。キルデリク三世は、廃位され、髪を切られサンベルタン修道院に遊兵された。息子、デウデリクも、三番修道院に遊兵されて、歴史の表舞台に二度と姿を現すことなく、メロビング長は断絶した。妻は、ランのギゼラ。 息子はテウデリク。ランのギゼラの父は、ランのカリベルトの娘ベルトラダの息子で、ピピン家の前身の血を引くで、夫妻は、血のつながりがある桃縁である。また、ランのギゼラの祖先には、西ゴートを二人、西ローマ帝国の独裁者リキメルとその妻で、西ローマ皇帝アンテミウスの娘アリピア、アリピアの母方の祖父でアンテミウスの衆トにあたる東、ローマ皇帝マルティアヌス。 アンテミウスの先祖で、ローマ皇帝フラウィウス・クラウディウス・ユリアヌスの親類、プロコピウスなど、ローマ帝国末家を代表する人物たちが揃っている。ありがとうございます。